すっごい私事で、ね、もうすっごいどうでもいい報告なんですけれどもね。うわぁ恥ずかしい。実は私は彼氏がいました。あかん、誰か来て。あかん、恥ずすぎる。はい、実は彼氏がいました。ね、はい、本当です。なんでこのタイミングで報告すんねんって話だけど、私はアイスウォッチというね、時計のブランドの日本公式 TikToker としてもね、活動させていただいてるんですけれども、そちらのアカウントで私の彼氏と一緒に出演させていただくこととなったので、いきなりね、そのアカウントでそのね、私の彼氏が登場したらびっくりするかなってみんな思いまして、ここでね報告させていただくこととなりました。まあ、おいおい、いつか報告しようと思ってたので、まあ、いいタイミングかなって感じで報告させていただいてます。もうね、もう前振りはまあここまでとして、まあ顔気になってんちゃいますということで登場していただきましょう。じゃあ私の彼氏です、どうぞ。はーい、彼氏でーす。ふざけんなよって感じ。かわいいって思ってるやろみんな。そうやんと思ってる。かわいそうにみんな騙されてね。かわいそうにね。ということで、ここまでは茶番として、ガチです、どうぞ。ガチです。本当です。彼氏です。あ、びっくりされちゃいます。外国人かーい。はい、ということで、ガチ彼氏です。ほんまなの？ほんまなです。はい、フレンドや、フレンド。いや、フレンド、あ、そう、フレンド。振られました。いやー、まあ、みんなにいろいろ質問されると思うから、そう、答えていこうかなと思います、はい、答えていこうと思います。恥ずかしいな、この3人並び。意味わからへんもん。じゃあまず1つ目、はい、彼は何人ですか？どこの国から来られましたか？はい、それを英語で言ってください。He is Spanish people。 ちょっと待って、これもうスペイン人です。はい、スペインから来ました。はい。何歳ですか？はい、英語で聞いてください。What's your name? 間違えた。How old are you? うん。今に28歳。いや、日本語で答えた。28ですね。28歳です。名前聞いてない。名前 What's your name? My name is Hector。 エクトルです。エクトルさんです。高校でどうやって知り合ったのか。ですね、まあ、空から降ってきたんですけれども、ビクトルか、そうね、なんか空飛んでたんですよ。そうそう、で、なんかバーンって、ってなってきて、多分キャッチして出会ったって。そうってのは嘘で、アプリで知り合いました。魔法のアプリで、ね、魔法のアプリで。私は断然外国人の方がタイプなんで、絶対に外国人の彼氏が欲しいずーっと言ってたのね、って思ってたので、ね、アプリで、まあ出会うこともないじゃないですか、日本人ですかね。なかなか外国の人と知り合うことはないよね。そうで、その時に日本に来て2週間ぐらいで私とそのアプリで出会って、で、東京におって、東京住んでる、私は大阪に住んでるよって、あ、ちょっと遠いなって、ほんだその1週間後に大阪に来てました。行動力すごいね。近くなったね。
そうです、そうなんです。恥ずかしい、鼻汗すごいもん、ずっと何笑ってんねん。お互い二人は何語で話をしているの、うん、スペイン語ね、まあ、スペイン語でも英語かな、ちょっとスペイン語でちょっとなんか話をしてみよう、いいよいいよ、俺もそれやったね、マジで何やればいいか、多分スペイン語喋れるって合ってる。すごくない？もう一個、もう一個なんか言って、かわいいねって言ってくれてます。なんでやねん、なんでやねん、ベリーチョレーション、ベリーチョレーション、どれ、なんでベリーチョレーション、あ、チョリソはあんま食べてない、違う違う、私はね、スペイン語も英語もできひんので頑張ってゆっくり大阪弁で話してます。気合で伝えてます。なんて呼ばれて呼んでるかね、うわ恥ずかしそう、嫌だな、マクニー、マクニー、マクニーは、あの、ダーリンって呼んでます。そりゃそうもんちゃうねん、ダーリン、ちゃうねん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 、それにも理由があんねんって、あの、なんてんだよ、ほんまにもう、うわ恥ずかしいわ、言ったことない、ちゃう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 、スペインではそのカップル同士で呼び合うのが、名前で呼び合うんじゃなくて、なんか送っ、怒ってる時とかに、なんかエクタル、祭りって使うから、怒ってる時とかそういう時にしか、その普通会話するから、普通の会話の時はなんかダーリンとか、ミアアモールとか、ミアアモール、あの、そのスペイン語で言うたら私の愛っていう意味なんやけど、とかそういうベイビー、ダリー、ハニーとか、もうそれは英語やけど、そのスペイン、どこがベイビーで、どこがハニーよ、ここ、ここハニーよね、わかりされてる。あの、たまにプリンセッサって言ってくれるんやけど、うん、それなんかの私のお姫様みたいな、うん、お姫様やな、マーティー、マトリ、マトリじゃなくて、マトリって言われてなんでやねん、ベッドの前で、変な顔できたり、変なダンスしたりできるかどうか、ちょっとやっぱプリンセスなので、やっぱそういうのが何笑ってるんはい、変顔まで5、4、3、2、1やってるやん。いやこの顔やってって言ったことがあんねやんか、できへんねん、あの、私は肉があったりとか、やっぱ日本人やからか知らんけど、この目のこのシワシワができへんねん。ちょっとやねん、ここ顔がないから、これができへんねん、これが彫りが深いから、いいな、日本人平面やから、そう、チュルッとするから、せっかくなんで、はい、スペインでよくやるゲームをやって終わります、オッケー。その名前はデレン、ピストレロ、ピストレロってピュピュン、ピュピュンをしようと思います。まずバンバン打つやつ、チャージするポーズ、バリア、この3つのポーズがあるんですね。そうで、トントンチャン、トントンチャン、トントンチャンのこのリズム、トントンチャン、トントンチャンのリズムで、チャージするかバンバン打つか守るか、この3個を回していきます。で、球、あとバンって打つのには球を入れる、チャージする必要があるんだ。で、一発打ちたかったら、まずチャ、トントンでチャージして、トントンバンって打てへんかったら打たれへんね、ボンボンバンっていきなりは打たれへん、でこのチャージは3発までチャージすることができるな。そうで、トントンチャン、トントンチャン、トントンバン、トントンバンで、次打とうとしたらもう弾がないから一回チャージしたらあかんみたいな、そういう感じです。で、これをお互いこうやって向かい合って、トンチャン、タンチャン、チャン、バンってやっていくねんけど、
その時に、お互い、チャージしてる時に、相手にタンチャン、バーンって打たれたら、死ねます。負けです。ね。でも、トントン、バリアしてる時にバーンしたら、バリアされてるから、セーフ。で、お互いがバーンって打ってる時も、お互い打ってるので、セーフ。で、チャージしてる時に打たれたら、負けっていうゲームです。で、わかったかな？わかったわ。じゃあ、やってみよう。ワンツリーチせーの、はい、まあ、よーい。負けちゃったよ。よーよーい、スタート。あやじゃあママとママと一人で一回。いや、ママ全くわかんないから。いける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 。よーい、スタート。ということで、今日はこれで終わりたいと思います。はい、じゃあ。